家庭菜園ライフ。目黒区で菜園をやっている千田です。今日は10月後半の根菜類のやるべき作業について紹介していきます。大根、人参、カブ、ビーツ、これらの野菜は12月頃に収穫を迎えますが、現時点で成長が悪いとこれ以上大きくならないことがあります。引き続き収穫に向けて重要な時期ですので、必要な作業をしっかりやっていきましょう。最後に質問にもお答えしますので、ぜひご覧ください。では行ってみましょう。それでは現在の根菜類を見ていきましょう。まずは人参です。発芽し間引きも定期的に行った結果、元気に育っております。人参はキアゲハなどはこれから少なくなっていきますので、害虫被害も徐々に減っていきます。これからぐんぐん大きくなっていきますので、しっかりと成長を見守っていきましょう。この辺の人参はだいぶ混み合っています。かなり大きくなっているものもありますので、もう最後の間引きのタイミングとなってきています。こちらはビーツを植えています。芽がだいぶ出てきておりまして、こちらも間引きの時期となってきております。ビーツは冬に採れる野菜としては非常に栄養価も高いのでおすすめです。これから育てたいという方は保温して育てるようにしてみてください。こちらは大根です。たくさん大根を植えているのですが、非常に順調に育っております。葉が大きく展開し青々としております。このように根菜類もかなり大きくなり始めて、順調に育っております。ということで、いよいよ収穫に向けて大きく育っていく時期ですが、重要な作業が何点かあります。こちらをご紹介していきましょう。それではお世話についてご紹介します。1つ目です。害虫対策です。大根などは引き続きアブラムシ、アオムシ、ヨトウムシに注意してください。一方、人参は先ほどご紹介しましたが、キアゲハの被害はかなり減ってきます。いる場合は捕殺していただき、定期的なチェックをしていただければ防げると思います。ビーツなどは葉ダニに注意してください。また葉虫なども食害しますので、それらをチェックしましょう。特に大根が被害が多いので注意していきましょう。こちらをご覧ください。今大根の上をアオムシが動いています。防虫ネットの上ですので問題ないのですが、隙間などがあると入り込んでしまいますので、防虫ネットの中もそうですが、外側も十分注意しましょう。こちらはあまり良くない例ですが、大根がアブラムシの被害に遭っております。こちらの大根を見ていきましょう。だいぶ葉が黄色い状態ですが、葉の裏を見てみますとアブラムシが付着しております。アブラムシが大根の養分を吸っているので、このように徐々に黄色くなってしまっております。まだ完全にダメな状態ではないので、アブラムシをしっかり撃退し、収穫を目指してください。このまま放置してしまうとどんどん黄色くなっていき、最終的な成長が止まりますので注意してください。これがアブラムシです。2つ目です。土寄せ作業です。大根、ビーツ、人参ともに大きくなってきたら土寄せをしていきましょう。大根の場合はマルチをしていれば土寄せをしなくても育ちますが、人参、ビーツなどは背丈が大きくなってきたら少し土寄せをしてあげてください。風の対策にも役立ちますし、生育が安定します。ではやってみましょう。土寄せはこのように株元に土を寄せてください。こうすることで葉が安定しますので、風にも強くなります。また土が少し硬い場合は移植ゴテなどで少し耕してあげると空気も入りますし、土も柔らかくなりますので土寄せしやすくなります。同じように他の野菜もやってみてください。このように寄せていきます。続いて3つ目です。間引き作業です。間引き作業は生育に応じてやっていきますので、1回目、2回目、3回目とそれぞれタイミングが分かれると思いますが、野菜の成長に合わせてしっかりやっていきましょう。特にこれから気温が落ちていきますので、間引きが遅くなりますと根菜類の成長も遅くなります。しっかり根の部分が膨らまないまま収穫となってしまうことがありますので、しっかり早めにやっていきましょう。では今日はビーツの間引きをやっていきます。それではやっていきます。ビーツは本葉が出てきたタイミングとなりますので、1センチ間隔ぐらいで間引きをしていきます。この時筋巻きをした場合、徒長している芽があればそれから間引くようにしてください。ではまずこの辺を間引いてみます。まり重なっている場合はハサミを使いましょう。このように間引きをしますとすっきりしますので、日も当たりやすくなりますので、この後ぐんぐん育っていくと思います。それでは4つ目です。2回転目の種まきです。12月後の収穫に向けて新たな種まきをしておきますと、現在栽培している野菜の収穫が終わっても引き続き根菜類が取れます。例えば大根の三太郎、小かぶ、これらならこれから種まきをして保温栽培をすれば1月頃にまた収穫できると思います。是非空いた場所や収穫が終わった場所、もしくは生育が悪く諦めた場所に植えてみてください。こちらの大根をご覧ください。シンクイムシやアオムシにやられてかなり厳しい状況の大根です。おそらく収穫はできますが、大きいサイズまで太らない可能性があります。こういったものは諦めて植え替えるか、少し様子を見ていただくようにしてください。その際に空いた場所にこのように種まきをしておきますとリカバリーとなりますので、やってみてください。現在すでに芽が出てきております。このように芽が出てきました。三太郎や小カブなどを植えておけばこのようにリカバリーとなりますので、是非やってみてください。最後5つ目です。間引き菜の収穫作業をやっていきましょう。大根や人参などは間引き菜などにもスティック状の根菜がついております。サラダとして食べていただけますので、収穫物として食べてみてください。それでは人参で間引き菜となっているか見ていきましょう。かなり混み合っていますので間引きしていきます。これを間引きしてみます。このように可愛らしい人参が収穫できました。人参の赤い部分だけではなく葉っぱの部分も食べられますので、ぜひ間引きしたての人参を食べてみてください。それでは質問コーナーです。こちらの防虫ネットの使い方についてコメントいただきました。防虫ネットは家庭にあるもので代用できるものでしょうか、という質問をいただきました。実際に私も考えてみたのですが、例えば網戸や使わなくなったレースのカーテン、これらは代用できるかもしれませんが、やはり遮光や通気性もありますので確実に代用できるとは言い切れません。もし防虫ネットを購入するのが初めてという方は、最近は100円ショップなどでも取り扱いしているようなので、まずそちらから試してみてください。頑張ってみてください。今日は10月後半の根菜類のお世話についてご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。